一旦下げて近畿勢もう一度来るかどうか。今後方の5番手で4番の大年公平です。大年には2番の樋口、6番の中川が続いております。前からペースを握っての先行勝負になりそうです。地元北海道の1番中里福太郎が風を切っていきます。残りあと1周回先行勝負です。1番中里番手回って5番は阿部秀光、その後ろが7番の塩川、続いて中段から短期の3番黒田大輔、後ろからは4番の大年公平が最終バック過ぎまくってきます。その黒田大輔まくってくる、まくるのは3番の黒田、詰まってきますが番手で5番の阿部が牽制をしますけれども、どうでしょうか。1番中里福太郎、5番の阿部秀光、直線コース、最後は並んでくるか、並んで接戦のゴール。1番中里、5番の阿部、3番の黒田、接戦になっています。今度は5番崎隆が出ていきました。今打掌、そこを出した後2番の吉川達也は3番手から前を追ってきまして、注目の吉川今3番手です。これから最終周回に入っていきます。今日のみの参戦、5番崎隆が果敢に主導権を取って、後ろ1番の滝野翔太が番手回り、これを3番手から2番の吉川達也がまくっていくという競争。最終バック、さあその2番の吉川が一気にまくりまして、逃げる5番崎隆をまくりきっていくようです。2番の吉川達也が捉えて追っていくのは4番の高谷慎太郎、食い下がる6番は松尾大輝、直線コース、最後は4番の高谷が差し込んで合理前変わりました。4番高谷慎太郎です。打掌で叩いてきまして、前に出ていった九州勢ですけれども、4番の土田も応戦して突っ張っています。合わせ切っていくでしょうか。土田と2番の浅見で踏み合っていきます。残りはあと1周回で1番森田も追い上げてちょっともつれつつ、先頭は4番土田武史、土田が逃げて1番森田浩二が番手回り、後ろからは3番加藤寛治がまくってきました。相手勢のまくり、逃げる4番土田ですけれども、最終バックまくり切っていきました。3番加藤寛治がまくりを決めて先頭、7番は田中将司、愛知のコンビです。その後切り替えて1番森田浩二が3番手、直線コース、さあ愛知コンビは田中が差し交わして合輪。今4番手で3番の清水正彦がいて、7番手は塚本勝志、塚本も連日短期でまくってはいますが、さあ今打掌、6番松本京太が今日も先行で行くようです。123期生の松本京太、 A 級2班に上がっての初のシリーズ、3日間風を切っていくようです。番手1番は荒木真也つけて、3番手4番の宮内善光、中段からは3番の清水、7番の塚本、後ろからは2番今村凛太郎がまくってきました。最終バック6番の松本の先行ですが、強烈なまくり足、2番の今村凛太郎が前を捉えていくでしょうか。6番の松本京太を捕まえていくか、直線前を捉え切って先頭は2番の今村凛太郎、さらに5番車立花と3番の清水、最後は接戦のゴール。関東で3人が今前段打掌です。そこを出した後、中段からが3番坂本周希、一方4番の上杉義樹は後方に変わってこれから最終周回に入っていきます。さあ飛ばしていきます。2番の小池千秋、その番手を生かしたいのは6番車の寺沼伊織、そして5番の石川裕二、前に行って関東勢これをまくっていくか。中段から3番坂本周希がまくってくる、6番寺沼が番手から踏んでいくんですが、そこを越えていく、まくっていくのは3番の坂本周希、後ろからは4番の上杉義樹も来ていますが、先まくり先頭3番の坂本周希、7番の飯田、直線コース、最後はさらに4番の上杉が並んで捉えて並んでゴール、4番の上杉が3番坂本周希、接戦のゴールになっています。
後ろからが5番の橋本、橋本はじっと構えて一気に構えなんですけれども、今打掌で後方6番手以下北日本勢流しながら前々踏んでいくのが2番の岸澤健太、岸澤がどうやら先行勝負になるようです。5番の橋本智明は今日は構えて6番手まくり返す競争になっています。最後方が1番の荒沢隆、主導権は関東勢、内に入ってきた6番は近藤翔馬、中段から前に来ているんですが、最終バック後ろから5番の橋本智明がまくってくる。一気にここは橋本が前をまくり切っていきそうです。7番の杉本も応戦するんですが、捉え切っていった5番の橋本智明、橋本がまくり解消合理。1番の荒沢隆、東京勢に対して近畿中部勢人気分け合う中で、2番の稲毛、内側に3番山本を封じ込んで外並走の状態で第4コーナー回っていきます。前々からは5番の遠藤克也、遠藤が踏んでいきますが、叩いてきたのは2番の稲毛健太、ただ5番の遠藤が突っ張りまして稲毛は出ていけないのか。2番手スト並走、稲毛はちょっと厳しい展開こらえながらまくってくるんですが、さらに後ろからは3番の山本周平が一気にまくって、東京勢が前捉え切っていきました。先頭は3番山本周平、追って7番下は岡田誠陽です。1番の上原龍3番手、関東3人、最後は3番の山本周平が粘って7番下の岡田誠陽、東京勢打勝です。前は1番の朝倉智人、後ろ2番の松岡達弘を睨んでペースを握って先行勝負になりそうです。2番の松岡は後方の5番手からまくり返す競争で最終周回となりますが、一気に曲がってきた2番の松岡の巻き返しが早い。まくってきましたが1番の朝倉智人先行、そこをまくる2番の松岡達弘が最終バック手前で並んできますけれども、1番の朝倉も応戦して粘っていますが、並んでかわしていったのは2番の松岡達弘、1番の朝倉もこらえてもかき合っている。5番は木村隆弘に、6番の栗山俊介、激戦模様、最後は5番の木村が差し込んで五輪通算200勝達成、5番の木村隆弘。中段の位置もう一度上がってきて、河津前に出ていきました。打勝です。そして2番の瀬戸栄作が今上がってきますが、そこを牽制する1番の伊藤裕樹、しかし長崎勢も来て瀬戸と井上が叩いてきまして、最終ホーム前に出ていったのは2番の瀬戸栄作、今日も先行勝負、番手しっかりと続くのが5番の井上雅樹、3番手は1番の伊藤裕樹、その後ろ切れ込んでくる3番の河津ゆきが追っているんですが、7番の島津と並走になっている。河津はちょっと厳しくなっていますが、番手引きつけてじっくり回って5番は井上雅樹、先頭2番の瀬戸栄作、番手5番井上雅樹で1番は伊藤ゆき、3番手直線コースで5番の井上が差し込んで合輪、あとは1番の伊藤ゆきか2番の瀬戸栄作。そして5番の三谷隆起はじっくり4番手から前の動きを見て巻き返そうという感じです。1番の牧田秀彦、後ろを気にしながらこれからペースアップという感じですが、5番三谷は構えて4番手から残り1周回、三谷はまくりに回りました。最終周回は千葉勢主導権、1番の牧田秀彦が逃げて、7番田中春樹、4番は立川和成です。これを後ろから4番手から一気のまくり、5番の三谷隆起、3番の松永がつききれないのか、一気にまくった激しいブロックもあったが、7番田中のブロックですが、こらえてまくって迫ってくる5番の三谷隆起、最後直線でかわしに行って先頭変わって近畿勢5番の三谷隆起と3番の松村智和。
打掌前の攻防でちょっと固まってきていまして、7番の岡部が切り替えてきていまして、今打掌 A 級の決勝戦ちょっともつれて、番手は7番の岡部義行が入ってきました。6番の西田の先行で、今この時点で松本秀之進は最後方で前を追ってきています。ライン崩れていまして、今1番の多田明則は3番手から、そして後方から3番の松本をまくってきました。そして1番の多田ですけども、一気のまくりは3番の松本秀之進、前激戦から最終バック松本秀之進が先頭に変わってきました。2番手が差が空いてくる、先頭は3番の松本秀之進、後ろは離していく、6番は西田雄大粘って、5番は熊崎麻人、直線コース3番の松本秀之進が3連勝優勝ゴール、あとは5番の熊崎麻人か。まもなく打掌となりますけれども、 S 級の決勝戦、一気に2番の鳥取優吾発進、6番大川がついていけないようです。短期になってしまったか、2番の鳥取、さあそこをうまく追っていくのはどうでしょうか。5番姿、7番の吉田、最終ホームちょっとぶちゃついてきましたけれども、5番姿も踏んできている、2番の鳥取優吾をかわしてまくり上げていくか。しかしここは2番の鳥取優吾先頭、7番吉田拓也がいい位置を回っている、そして5番の姿も応戦して、最終バック後ろからは4番の根田隆が、根田がまくってきましたが、先頭は2番の鳥取優吾、吉田が踏んでくる、吉田拓也、3番の神山拓也、関東勢直線コース、さばいかあったの吉田拓也、吉田拓也優勝ゴール、あとは3番の神山拓也、ゴールは関東勢。